最高だ。キャッツテールの酒は実に。ああ、旅人か。どうした？もしかしてキャッツテールを知らないのか？まあその感じじゃ聞いたことも言ったこともなさそうだな。お前それは人生損してるよ。キャッツテールには面白いドリンクがたくさんあってな、きっと旅人が飲んだことないものばかりだと思うぞ。しかも店名の通り、可愛い猫たちが店内にいるんだ。可愛い猫に囲まれながら美味しいドリンクを飲めば、あっという間に時間が過ぎていく。未成年に見えるけど。あ、でも大丈夫か。あのディオナっていう子はモンドで最高のバーテンダーだからな。ノンアルコールのドリンクくらいパパッと作ってくれるさ。それにあの子もすごく可愛くてな、まるで子猫みたいで。ディオナには内緒にしてくれよ。とにかくキャッツテールはすぐそこだ。気になるなら行ってみるといい。俺はその辺で酔いを覚ましてくる。今の俺には5次会は無理だ。お酒の材料がもう切れちゃった。まったく、大人たちはなんでこうもお酒を飲みたがるの？それはもちろん、ディオナちゃんの作ったお酒が美味しいからよ。はぁ、大人が持つべき自制心は一体どこに忘れてきたんだか。ディオナちゃんのスペシャルドリンクを前にしたら、その自制心がなくなるのも無理ないわ。何それ、ただお酒が飲みたいだけの節操なしじゃない、酔っ払いどもめ。誰が猫だにゃ。あ、もしかしてあなたカッツェルインの人間を見るのは初めてなの？あら、お嬢さん、キャッツテールへようこそ。飲みに来たの？あら、それはタイミングが悪いわね。ちょうど今お酒の材料を切らしちゃったの。それにお酒を飲んでいい年じゃないでしょ。ノンアルコールでいいなら酒場じゃなくてもモンド城のそこらで飲めるでしょ。わざわざ酒場に来てノンアルコールって、あなたやっぱりお酒に興味があるんでしょう。まさかそこのおじさんたちの若かった頃みたいに、酒は大人のロマンだ的な妄想だけで飲みたいだなんて思ってないよね。お酒の何が美味しいの？みんなして夢中になっちゃって。はいはい、ディオナちゃん、この人は時間を作ってお店まで来てくれたんだから、なるべく要求には応えてあげないと。それにこれは店長命令よ、ディオナちゃん。わかった。ドリンクを一つ作ってあげればいいんでしょ？それじゃ、あなたのようにお酒に幻想を抱いている奴には、私の特製ドリンクで目覚めさせてあげる。そうすればあなたも、酔っ払って醜態を晒すような大人にはならないはず。けど、今お店にはドリンクのベースも材料もほとんど残ってないの。いや、わざわざ来てくれたお客さんだし。私も頑張って特別なものを揃えないと。でもベースと材料両方とも特別なものを揃えるには時間が足りないかも。あなたはベースと材料どっちを特別にしてほしい？特別なベースね。どうやらもうすでに飲んだくれの素質を秘めてるみたい。でも私の作る一杯で目覚めさせてあげる。よし、じゃあまずはダダウパの谷へ行こう。特別なベースはそこで手に入るから。聞いた
ことあるかい？放浪寮に変わったやつがいるって。もう少しでダダウパの谷に着くよ。特別なベースもそこで見つかるはずだから。この前お店に飲みに来た冒険者から聞いたんだ。ダダウパの谷の奥深くにヒルチャールの集落があって、そこの鍋に飲み物が入ってるって。多分それはヒルチャールシャーマンがあらゆる材料を使って煎じた薬草スープ。冒険者の話によると、ヒルチャールたちの活力をみなぎらせる効果があるらしいの。あとその冒険者はこんな話もしてたんだ。匂いを嗅いだだけで、あれが匂いと呼べるのかすらも判断できなかった。100頭のイノシシに鼻を踏まれたかのような衝撃で、一瞬で全ての感覚が吹っ飛んじまったってね。まったく、感覚が吹っ飛んだとか言ってたくせに、お酒は飲みに来るんだから。リオナちゃんのお酒は美味しいから、飲めば鼻もすぐに治るとか言っちゃってさ。大げさなこと言って、本当はただお酒が飲みたいだけなんだから、救いようのない酔っ払いさんだよ。でもヒルチャールの飲み物でベースを作るのはいいアイディアだと思ったんだ。もちろんあなたはスペシャルを頼んだでしょ。だったら特別じゃないと。安心して、今回のスペシャルは一生忘れない思い出になるはずだから。場所は冒険者のおじさんにマークしてもらったから、そこに行って探そう。もっと奥の方に行こう。ここはダダウパの外周、目的の場所まであと少し。ヒルチャールシャーマンの薬草スープのことはパパにも言ったことあるんだ。そしたら、見つけたら取ってきてやるってパパが約束してくれたんだけど、でもきっとまた口先だけだよね。パパお酒を飲んだら自分の名字すら忘れちゃうんだもん。薬草スープのことだって。別にいいんだ、最初から期待してないし。パパに頼らず自分で見つけないと。誰か来た。あれ、リオナ、リオナちゃんか。あ、あなたは確かよくパパと狩りを。僕だよ、エレンだ。デュラフさんといつも一緒に狩りをしてる。あなたがここにいるってことはパパもこの近くに。パパはもしかして狩りが終わったからってまたお酒をいっぱい飲んでるんでしょう。どこかで寝転がったまま起きなくなって、清泉町まで運ばれるのを待ってるんじゃない？それだったらむしろ良かったんだけど。デュラフさん、一人でダダウパの谷に入ってしまったんだ。最初はデュラフさんが先頭を切ってこの辺の狩りをしていたんだ。デュラフさんのおかげもあってさ、獲物をたくさん取ることができた。狩りは順調に終わって、僕たちも一休みしてから帰ろうと思って、火を起こして焼肉をね。それと少しだけお酒を飲んだんだ。あ、でも本当に少しだけだよ。ほら、大収穫だったからさ、めでたくって。けどお酒を飲んだ後、デュラフさんが谷の最奥にあるヒルチャールの集落に物を取りに行く用事があったとか言い出してさ。それに僕らの手助けも不要だと。自分はカッツェレン一族の血を引いているからこれくらい余裕だと言って、僕たちは止めようとしたんだけど飛び出して行っちゃったんだ。すぐに足の速い狩人を清泉町に戻して、救援を呼んでくるよう手配した。それと腕のいい狩人のうち何人かをデュラフさんの探索に行かせたんだけど。パパのバカ。お酒なんか飲むからこんなトラブルが起こるんだよ。もう
飲まないでって何度も言ってきたのに、全然私の言うこと聞いてくれないんだから。それで人のこと振り回していい、私が探しに行く。待って、ディオーナちゃん一人じゃ危険だ。救援が来たら僕たちと一緒に探そう。ふん、大丈夫だよ。私もカッツェレン一族の者。それにパパより腕が立つしね。あとそれより重要なのが、私はお酒を飲まないからミスをしないってこと。君は、ああ、栄養騎士じゃないか。君がそばにいてくれるなら安心だ。それじゃあディオナちゃんのこと頼んだよ。あなたも一緒に行くの？ダダウパの谷は魔物の巣窟だよ。もし発見されたらすぐに包囲されちゃうからね。私は魔物を避けながらこっそりパパを探すけど、あなたはどうする？へえ、正面突破を選ぶんだ。その自信、あなたやっぱりあの栄誉騎士なんだね。じゃあ、あなたは魔物の注意を引いてくれる？私は後ろから回り込むように進むから。あのバカパパがどこに行ったのかはわからないけど、とりあえず谷の最奥を目指そう。もし魔物に勝てないと思ったら迷わず逃げてね。この辺りなら隠れる場所がいくつもあるはずだから。よし、おしゃべりはここまで。おおよその目標地点はあなたのマップにマークしておいたから確認して。それじゃあ出発。なんだったか、なんとかスープ、そうだ、薬草だ。バカパパ、やっぱり酔いつぶれてる。おお、ディオンナ、俺の可愛い娘じゃないか。どうしてこんなところにいるんだ。おお、そうだ、あれを探しに来たんだろう。なんとかスープ、ほら見つけたぞ。パパが見つけてやった。この酒壺に入れといた。ほら、なんちゃらスープがいっぱい入ってる。パパ、こんなに酔っ払って一体どんだけ飲んだの？少しだけだ。普段に比べりゃほんの少し。この壺はディオナが持ってけ。俺はこのまま狩りに。パパはな、さっきの集落ですごーくでっかい命あるを見つけたんだ。ん？それはだな、ヒルチャールの集落で見つけたイノシシ、それをイノチャールって言うんだ。分かってないな、これだから素人は。イノチャールだけじゃなくイノチャールもいるぞ。あのイノチャールのデカさ、彼もしばらく食っていけるぞ。ああ、ダメだ、ぐでんぐでんに酔ってる。あなたまで酔っ払ってるの？冗談はやめてよ。バカパパがここまで酔っ払ったら
もうまともに歩くのは無理かな。まずは先に酔いを覚まさせないと。酔い覚ましのドリンクを作ろう。でもバカパパのことだから、普通の酔い覚ましじゃ効かないよね。もっと強烈な材料が必要に。うん、そうなるとヒルチャールシャーマンの薬草スープが一番ぴったしかも。はあ、このバカパパの言葉を信じるの？聞くならあなたが聞いて。どうせあの壺にはお酒しか入ってないんだから。ん？ああ、こぼすんじゃないぞ。俺が苦労して手に入れたんだから。本当にパパを頼る気？もう無駄だって。どうせその壺には。うい、この匂いは。うい、離れて。なんて強烈な匂い。まさか本当に薬草スープが入ってるの？どうだディオナ、パパはちゃんと覚えてたぞ。約束は守るからな。できもしない約束なんてパパはしないぞ。うん、バカパパ。こんなの入れたらもう酒壺として使えなくなるのに。酒壺がなけりゃ直接飲めばいい。問題ないさ。うん、ちょっと待ってて。今から酔い覚ましのドリンクを作るから。この薬草スープはもともとヒルチャールに活力を与えるもの。私の持ってる材料と合わせれば酔いなんか吹っ飛んじゃうんだから。シェーカーを持ってきててよかった。使い切っちゃわないようにまずは少量だけ取り分けて。私には私流のやり方があるから心配しないで。あなたはただそばで見てるだけでいいから。完成！これが酔い覚ましのドリンクだよ。はいパパ、飲んで。ダメだ。これ以上飲んだらうちの娘にまた怒られる。飲まないぞ、絶対に。酒は人をダメにする。今さら思い出したって遅いな。ほらもういいから、早く飲んで。これはうまい。少しだけなら飲んでもいいか。はいはい、少しでも一口でも一滴でもいいから飲んで。ああ、なんてうまさだ。あれ、ディオナじゃないか。どうしてここに。頭が割れそうだ。ほらパパ、酔いが冷めたなら早く帰ろう。確か何かを探しにここまで来たような気がするんだが。そうだ、薬草スープ。ディオナが前に言ってたヒルチャールシャーマンの薬草スープを見つけたんだ。壺いっぱいに入れといたからきっと足りるはずだ。で、俺の酒壺はまさかなくした？何、そうだったのか。どうやらまた酔っ払ってたみたいだな。大丈夫、慣れてるもん。それよりパパも元に戻ったことだし、帰ろう。エレンたちが待ってるよ。ああ、そうだった。エレンもいたんだよな。すっかり忘れてた。もう大丈夫なんだよね。もし歩けそうにないなら、旅人に肩を貸してもらったら？大丈夫。問題ないから早く帰ろう。ディオナ、つい酒を飲んでしまって。別に初めてのことじゃないでしょ。酔った勢いでもっと変なことをやったこともあるし、夜中に町にいるワンちゃんを追い回して犬チェールだーとか叫んだり、町の入り口にある泉の水を瓶に入れて飲み始めたり、狩人と忠実な犬チャールの歌を書いてくれって
マイワイスさんに狙ったり。うわあ、ディオナ、その話はもうやめにしよう。ほら、旅人も聞いてることだし。それに比べたら今回のはまだまともだったよね。とにかく薬草スープが見つかってよかった。うん、ありがとうパパ。ん、何か言ったか、よく聞こえなかったが。お酒の量を減らせって言ったの。ああ、もちろんできるだけ減らそう。ふん、パパのバカ。ディオナちゃん、栄養騎士、デュラフさんも無事でよかった。ずっと戻ってこないから騎士団に報告するところだったよ。デュラフさん、大丈夫ですか？大丈夫だ。ディオナと旅人のおかげで大事に至らなくて済んだよ。エレン、他のものを集めてこい。今日の収穫を数えたら清泉町に戻ろう。わかりました。すぐ準備します。ディオナと旅人も俺たちと一緒に清泉町に戻るか。ううん。彼女とはここに薬草スープを探しに来たんだ。それもパパが見つけてくれたし、モンド城に戻るよ。あの薬草スープが役に立つならよかった。でも、さっき酔いざましのドリンクを作るときに使ったんだろう。大層か。もう、私はプロのバーテンダーだよ。一気に全部使うわけないでしょ。十分な量を残しておいたから大丈夫。私たちはモンド城に戻るね。パパも気をつけて清泉町に帰って。あと、二度とあんな風にお酒を飲んじゃダメだからね。わかった、安心しろ。それにパパの酒壺はディオナが持ってるだろう。それでも隠し持ってる酒壺があるかもしれないでしょ。旅人、材料も揃ったことだし、キャッツテールに戻ろう。酒場に着いたらスペシャルドリンクを作ってあげる。あなたのお酒への幻想を全てぶち壊せるものをね。酒を飲むと悪いことしか起こらない。俺も気をつけないとな。デュラフさん、みんな準備完了です。今日の収穫を数え終わったら出発できます。店に入ろう。私はシェーカーをきれいにして、パパの酒壺に入った薬草スープでドリンクを作る準備をしてくる。どうしたの、ぼーっとして。ドリンクを飲みに来たんでしょ。それは私の体質のせいなの。簡単に説明すると、私が作るお酒は必ず美味しくできちゃうんだよね。これはバーテンダーとしてのプライドから言ってるわけじゃなく、紛れもない事実。どんな材料やどんな製法を用いても、私が作ると絶対に美味しくなるんだ。だから、この体質を克服する方法を探してるの。薬草スープもそのために手に入れたかったんだ。
この体質さえ克服できれば、私のドリンクであの酔っ払いのおじさんたちにお酒の恐ろしさを思い知らせることができるはず。まあこの話はここまでにして、ドリンクを飲みに来たんでしょ。ほら早くお店に入って、まだまだ特別な材料を揃えてあるんだから。待ってなさい、必ずまずいドリンクを作って、あなたが酒場に近づくことさえ嫌になる思い出を作らせてあげる。うい、それも今日までにゃ。まだ試してない材料も製法もたくさんあるもん。ほらもたもたしないで、心の準備ができたらディオナのスペシャルドリンクを味わわせてあげる。